プロゴルファーの奥山です。今回はですね、このシャンクレスウェッジっていうのがあったんで、ちょっと買ってみました。このように見比べると、こっちが普通のウェッジですね。これシャンクしないように、こうネックのこの上ですね、上についてるというネックがね、これでシャンクしないと、本当にシャンクしないのかと、打ちやすさがどうなのか検証していきたいと思います。上から見るとこんな感じですね。ネックがやっぱここについてるから、まあシャンクはしなさそうですよね。で、この普通のウェッジは、まあ、ここに当たるとシャンクって出るんですね。このヒールにここに当たって、ここに当たって右に飛ぶっていうのはシャンクです。フェース開いて右行くのはシャンクじゃないんで、ここに当たるのがシャンクということですね。なので、そこに当たらないようにここについてると、ヒール当たってもここに当たるというのがこのシャンクレスウェッジというそうです。では実際に打っていきたいと思います。では、普通のクラブで、まあ、普通に打ってみましょう。普通に打つと、まあ、こんな感じですね。はい、今のでここですね、真ん中に当たってますね。はい、でこれでシャンクを打ってみましょう。ネックに当てます。シャンクなんてなかなか打たないんで分かんないですけど、打てるかな。はい、シャンクです。当たったの見えるかな。一応ここに当たってるんですよね。ここに当たるとシャンクで、今みたいに右に飛びます。でシャンクレスウェッジの登場です。こちら、これですね、シャンクレス。じゃあまあ普通に打ってみましょう。まあアドレスした時にすっごい違和感満載ですね、これ。違和感だらけ。はい、今ので、まあ、ちょい先に当たりましたけど、こんな感じですね。じゃあシャンクを無理やり打ってみましょう。シャンクにならないのかどうか。当たりました。はい、ここですね、ここに当たってます。これでもシャンクになりませんね。もっとヒール打てるかな。あ、今かなりヒール、あとはあんま残ってない。ここか。今のでここシャンク出ませんね。無理やりここに当たるかな。ちょっとふかふかにして打ちましょうか。ふかふかにして、無理やりシャンクが出るかどうか。シャンクになりません。浮かせたらこの辺当たるかなと思ったんですけど、なかなか当たらないですね。やっぱこの半分から下ぐらいしか当たってこないので、やっぱシャンクなかなか出ないですね。はい、というわけで、僕が打ってもまあそれなりに打てちゃうんで、アマチュアの方に登場して、打ってもらいます。僕の、生徒さんです。よろしくお願いします。ベストスコア77です。はい、はい、ではまず普通のウェッジで、普通のウェッジでいきます。普通のウェッジで普通に打ちましょうか。はい、普通に打つ、まあこれは打てますね。はい、僕の、左足リードが染み付いてるんで。はい、ありがとうございます。でシャンクを次打ってもらいましょう。はい、無理やりシャンクを打ってみてください。はい、このように真右に飛びますね。これがシャンクです。はい、でこのシャンクレスウェッジ、はい、打ってもらいます。これは構えた感じどうですか。違和感だらけです。違和感だらけです。思った通り。普通に打ちます。はい、普通に打つ。あ、まあ普通に当たりますね。はい、じゃあ次、はい、シャンクを、シャンクを無理やり打ってくる、ヒールに。あー、今ので、今のでここですね、この辺に当たってます。はい、もう普通のクラブだったらほぼシャンクですね。もう一回シャンクを打って、はい、あ、打てちゃいますね。はい、どうですか。安心感はめちゃめちゃありますけれども、ある程度のレベルのゴルファーには違和感の方が多いと思います。
そうですね、はい、なので、まあ、100を切れるか切れないかの方でシャンクが出てると悩んでる方はいいかなと思います。はい、そうですね、まあ、僕の意見でも、まあ、シャンク絶対出ないんで、まあ、シャンクが怖くてどうしようもないっていう人にはおすすめですが、まあ、70代とか80代でもシャンク関係ないっていう人には全く関係ないですね。まあ、そもそもこれ、バウンスが結構強くて開きにくいんですね。なので、まあ、そういった意味ではあの上手い人にはあんまり効果的じゃないウェッジですね。だから心の病を抱えている方が一番いいかなっていう感じです。まあ、シャンクレスウェッジ、シャンクで困っている方はぜひ使ってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここでシャンクの出ない練習方法ですね。シャンクというのは、手の方が早く、この足の回転よりも腕だけでこうやってくるから、最初構えたこの位置よりもこの位置で足回せばここに入ってくるのに、こっから腕だけでくるとこのようにこのラインで入ってくるんですね。このラインで入ってくるからネックに当たるでシャンクするっていうのが多いですね。でここぞっていう時ほど下半身止まって腕でこうやって早く振るんで外から入ってきてシャンクっていうのが多いですね。なのでこの棒を使えばシャンクしないです。なぜシャンクしないかというとこのように持ちますね。持ってこうやって構えますね。このまま振って腕いけば当たっちゃうんですね。当たっちゃうからこれ体回すしかないですね。回すしかないのでしっかり回せるように強制的になるという動きですね。ここからこういう感じです。ここに当てないんですね。ここに当てないようにしていればシャンクが防げます。シャンクレスウェッジいいんですけど多分試合では使えないんで、あれは練習でしか使えないんで、本当にねちゃんと打てなきゃいけないんで、このように打ちますね。はい、でこれ手首で、こねたり手使うともうこうやってもう自分に当たっちゃうんで、こういう動きは良くないですね。こういう動きやってるとこれ、ね、シャンクしちゃいますね。なのでちゃんといつも言ってる左足リードですね。左足がリードすればこのように振れる。こっからこのように、こうするとシャンクが出ないです。こっちから見るとこのように、これで打ってればシャンク出ませんね。手が前に出なきゃいいんです。アドレスの位置より前に出るから、これが原因なので、前に出る原因を潰していけばシャンクは出ません。なのでシャンクレスウェッジは自分の心を、正常にするために使って、本当に打てるようにするにはこのツアスティックを使いましょう。今回の動画がいいと思った方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。